エリエ山下と申します。今日は人生のターニングポイントというテーマでお話をしたいと思います。私には兄弟が6人いて、私は末っ子です。長男とは20歳離れています。長男はカトリックの信徒でした。ある時、小学生の私は長男に連れられて教会に行きました。ステンドグラスの窓が綺麗だったのを覚えています。その時から私は迷える子羊を私の元へ来なさいと前の人々に言っていたのを記憶しています。意味はよく分かっていませんでした。時は流れ、20歳の頃、高校時代の友人と会った時、教会に連れて行かれました。今考えればよくわからないまま礼拝をしていたのです。そして38歳の時、長男を通してイエス様を救い主として受け入れ救われました。今度はカトリック教会ではなくプロテスタントの教会でした。こうして考えてみると、3回目の教会に行った時に救われたのです。そして今はカトリック教会に行っていた時が私の人生のターニングポイントではなかったかと思わされています。最後まで聞いてくださりありがとうございます。